たいやー、ほんと、一番最初に話をもらった時は、嘘みたいな話だと思って。花澤さんのこれ、ただの夢なんじゃねえのって思ったけど。だっていきなり、なんかもうほんと、紙ペラに書かれた、これが星妹子で、これがさや遠藤で、つって、これは遠藤は、遠藤さんやってもらいたいんですよ、つって。で、これがバンのネギオで、あ、じゃあ、志村さんなんかこの役とかでいいんじゃない、バンのネギオとかでいいんじゃないですか。そんな軽くないですよ。もうその時にもね、全然、椎竹雄とか出てくるしね。これはもう絶対に、椎竹雄さんにやってもらいたいんですよって、そこだけものすごく熱く語ってたっていうのを、現場で聞いたね。はい。だから、ちいさんが出演 OK してくれるまで、ちょっと永久欠番なんです。しいたけを。最終的にほら、DVD 化したらいいんじゃない、うん、?DVD 化あ !OVA とかそういうこと、うん、映像ってことですか ?OVA じゃなくとも、うん、もう実際にちいさんにしいたけを被ってもらって、しいたけをやってもらう。ちょっとちいさん QR で番組やってるんですから。聞かれちゃったら下野さん結構重罪ですよ。まあでもそれで、うん、いいんじゃないかなって言ったら、はあ、だってそうなったらさ、だって言わないと夢は実現しないよ。そっか。もしかしたらこれを聞いて、ああそうなんだ、じゃあちょっとそういう面白そうだね、やってみようかなっていうふうな、そっか、ことになるかもしれない。うわー、ちいさんぽ出たーい。ちいさんぽ一人じゃないの、ちいさんだけじゃないの、あれ出てんの。そうですね。うん、違うんですよ。ちょっと、なんか、うん、そうですね。ちいさんにお願いしてみたら。なんだったら OVA 化で、はい、なんか他のみんなはアニメのキャラなんだけど、ち、はい、はい、さんだけ実写っていう。実写それは